皆さん、明日から夏休みとなりますが、一人の魔女として節度ある生活を送るよう心がけてください。分かっているとは思いますが、くれぐれも夏休みだからといって羽目を外しすぎないように。であるからして、これは魔法学会において由々しき事態であり、ところで明日から夏休みとなりました。ルーナ・ノヴァの外で魔女の自覚を忘れずに。さて最後になりますが、何度も言うようですが、明日から夏休みとはいえ、規則正しい生活を送ることで立派な魔女になるためには、やはり日々の精進が。今度こそ最後になりますが、新学期に皆さんの元気な姿を。校長先生、話が長すぎるよ。アクはずっと寝てたじゃん。過ぎたるは及ばざるが如しってね。あたし、カガリアツコ、憧れの魔女、シャイニーシャリオみたいな魔女になるためにルーナノヴァ魔法学校に入学したの。シャリオっていうのは、私に夢を与えてくれた奇跡の魔女。6歳の時にシャイニーシャリオの魔法ショーを見て、私の夢が生まれた。きっといつかシャリオみたいな魔女になるんだ。そうそう、シャリオが持ってたシャイニーロッドだって見つけたんだ。これってもう運命だよね。きっとシャイニーロッドが私をシャリオの元に導いてくれる。待ってて、シャリオ。それにしてもルーナノヴァに来てからいろんなことがあったな。それまで通販の魔法教材でしか習ってなかったから、魔法の授業を楽しみにしてたんだけど、魔法の授業って私が思ってたのとは違ったみたい。だって普通魔法の授業って聞いたら、夢や奇跡でキラッキラ、そういうのを想像するでしょ。それなのにすっごく退屈だし、難しくてちんぷんかんぷんなんだもん。それでも飛行魔法の授業はすっごく楽しみにしてたんだ。だって魔女って言ったらほうきでしょ。私小さい頃からずっとほうきの練習してたんだ。そのせいで怪我もいっぱいしたけど、そんな小さい頃の夢が叶うんだ。そう思ってたのに、ティアフレーレっていくら叫んでもほうきはうんともすんとも言わないの。私実は全然ほうきに乗れないんだ。でも大丈夫、私だっていつかはほうきに乗って自由に空を飛ぶんだから。信じる心が私の魔法、やるぞ。最初は少し不安だったけど、ルーナノヴァでの生活はもう慣れたよ。友達もできたし、少しずつシャリオに近づいていってる気がする。いろいろ失敗してみんなに迷惑かけることもあるけど、こっぴどく先生に叱られることもあるけど、時々自分でも嫌になって落ち込むこともあるけど、私は絶対に諦めない。見てて、シャリオみたいな素敵な魔女になってみせるから。それに明日からはルーナノヴァに入学して初めての夏休み、何が起きるか今から楽しみ。ドキドキのワクワク。それより夏休みだよ、夏休み。うん、ロッテは帰省するんだっけ。うん、来週から2週間くらい帰省する予定。アッコはどうするの。今回はパス。アーシュラ先生が暇を見て魔法の特訓に付き合ってくれるし。スージーも帰らないの。キノコの世話があるからね。私がいない間2人とも仲良くしてよ。大丈夫だって、何も心配いらないよ。
配いらないよ。私がいない間、二人とも仲良くしてよ。大丈夫だって。夏休み、どこか遊びに行かない？飛行魔法の補修がしたければ、グラウンドに来いよ。ティネラン先生、あなたに少し話があります。この後指導室に来るように。わかりましたね。はい。直前、ルーナノバ七不思議特集だ。ルーナノバニュースネットワークの総力を結集して調査した記事だよ。号外？へえ、ルーナノバにも七不思議とかあるんだ。お、ケロッカッコタンじゃん。もうやめてよその呼び方。悪い悪い。ゴがいる？もうもらったよ。今回の特集記事は力作だからぜひ読んでね。なになに？恐怖へ引きずり込む地面から生える手？顔のない肖像画が目から放つ怪光線の正体？呪いのドールの見事なボックスステップ？これ、本当に七不思議？陽気に笑いながら走るスケルトンモデル。これ、使い魔にならないかな？ワイルドハンターに狙われるんじゃないかしら。魔女ならやはりカラスとフクロウにするのがいいと思いますわ。向かないけど指導室に行かなくちゃ。あ、ダイアナ。あら、アッコ、何か用？別に用なんてないよ。フィネラン先生に呼ばれて生徒指導室に行くところ。フィネラン先生に？アッコのことだから、どうせまた何か失敗したんでしょ。とうとう退学になるんじゃないかしら。そんなことないよ。悩む。いずれにしろ夏休み中に問題を起こさないよう、あなたは特に気をつけた方がよろしいです。ふん、夏休みに何しようと私の勝手でしょ。どうせアッコのことだから問題を起こすに決まってるわ。日本に帰ってもう戻ってこない方がいいんじゃないかしら。伝統あるルーナノバの名誉を汚すような行動は控えてください。ほんと、アッコみたいな落ちこぼれはおとなしくしてるのが一番よ。そうですわ。もう言いたい放題。いつかギャフンと言わせてやるんだから。それにしてもなんで呼ばれたんだろう。何かして
したっけ。やっと来ましたか。なぜ呼ばれたのか分かっていますね。この前トイレ掃除をサボったから。それは本当の話ですか。え、初耳です。あなたはまたそのようなことを。さっきのは冗談っていうか、その…黙りなさい。今回あなたを呼び出したのは、魔法で学校の備品を壊したとバドコック先生に聞いたからです。なんだ、そっちだったか。なんだ、じゃありません。すみません。罰として倉庫整理を考えていましたが、そのくらいでは足りませんね。そんなことないですよ。いいえ、そうですね。あなたには図書室の本整理をしてもらいます。夏休み中にきっちり本整理をしておくこと、わかりましたね。新学期までに本整理を終えていないときは覚悟しておくように。はい。もう一人のルームメイトのスーシー。スーシーはちょっと意地悪なんだよね。特に最初に会った時の印象は最悪。でもそんなに悪い子じゃないっていうのはすぐに分かったけどね。スーシーって言ったらなんと言っても毒。それにキノコ。ルーナノバに来たのも猛毒を手に入れるためだって読んだから筋金入りだよね。中でもキノコが好きみたいなんだけど、その理由は私にも分かんない。私はキノコを食べるのは好きだけどね。そういえばスーシー、部屋に帰ってくるの遅かったけど、どこに行ってたの？ちょっとやぼよでね。そういえば、報道部の号外はもらった？ルーナノバの七不思議ってやつ？うん、寄宿舎は今、その話で持ちきりだよ。へえ、そうなんだ。まあ、ただの噂だと思うけどね。そうとも限らないよ。え、どういうこと？どうもこうも、そのまんまさ。噂じゃないってこと？まさか。あ、でも号外の記事を確かめに行った子もいるって聞いたよ。物好きな子もいるんだね。あ、何？別に、アッコにだけは言われたくないだろうなと思っただけ。この子はルームメイトのロッテ。ルーナノバに来ることができたのもロッテのおかげなんだ。ロッテは優しくて物知りなんだよ。私がわからないことがあったら大抵のことは教えてくれる。そうそう、ロッテの家は魔法道具屋をやってるんだって。だから古い道具についてる精霊と話をすることができるんだ。すごいよね。私もいつかロッテみたいに精霊を呼び出せるようになるかな。ラー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 。なんちゃって。図書室の本整理の罰当番？うん、夏休み中に終わらせておかないと下手したら退学になるかも。うわ、自業自得でしょ。元はといえばスーシーがバドコック先生の授業で私に変なドリンク飲ませたからじゃない。眠気を覚ましてやっただけだよ。魔法が暴発して備品を壊したのはアッコでしょ。うんうん、あれは絶対スーシーのドリンクのせい。まあまあ、二人とも落ち着いて。帰省の準備が終わったら私も本整理手伝うから。本当？ありがとうね、スーシーも。なんで私まで。今日はもう寝ようかな。
アマンダ。ルーナノバの悪ガキ。アマンダは私が落ちこぼれだって言うけど、絶対にそんなことないよ。でもなんだかんだ言ってアマンダとは結構気が合うんだ。アマンダはいつも不真面目なんだよね。だから先生に怒られてばっかり。ん？私の方が怒られてる？まさか、そんなことないよ。でもほうきに乗るのはすごくうまいんだ。はあ、私もあれくらいほうきに乗れたらな。コンスタンツェ。コンスタンツェはあまり喋らないけど、とっても器用なんだって。ほうきを改造したり、機械を使って実験したり、小さなロボットを作ったり。魔女っぽくないのはコンスタンツェだけなんだけど、でも試験で変形させてたロボット、かっこよかったな。あれ、ちょっと欲しいかも。ヤスミンカ。いつも何か食べてる。とにかく食べることが好きみたい。授業中でもお構いなしだから、時々先生に怒られてる。魔女界のフードファイターってほうきレースの時言われてたけど、ヤスミンカなら本当にそうなのかも。アマンダと違って不真面目っていうわけじゃないんだけど、マイペースでおっとりしすぎかも。でもすっごく力持ちだし、いざっていう時は頼りになるんだ。図書室だよ。はあ？アッコが図書室？なんだよ、そのつまらない冗談は。私だって好きで行くわけじゃないよ。でも罰当番なんだから仕方ないでしょ。なるほどな、それなら納得だぜ。夏休み初日から罰当番させられる身にもなってよ。同情はするけどな。ま、頑張れ。アマンダたちは何してるの？ブライトンベリーに遊びに行くとこさ。いいな。なんなら罰当番なんかサボって一緒に来るか。うん、やめとく。そんなことしたら本当に退学になりそうだし。私のライバルのつもり。よく知らないけど名門の貴族なんだってさ。しかも魔法は何でもできるし、先生も生徒もダイアナのことは一目置いてるみたい。ルーナノバ始まって以来最高の魔女になるとか天才魔女とか言われてるんだ。でもほんとダイアナって嫌味な感じ。いっつも上から目線でズバズバ言ってくるし、余計なお世話だっていうの。ま、私のライバルとして不足はないけどね。いつかダイアナにも私のことを認めさせるんだから、見てなさい。ずいぶん早起きですわね。あなたのことだから昼まで寝てると思っていましたわ。何時に起きようと私の勝手でしょ。ええ、罰当番をサボったりしなければです。え、どうして？フィネラン先生から聞きましたよ。まったく、あなたと来たらダイアナには関係ないでしょ。そうもいきません。夏休みの生徒の生活指導を行うようにフィネラン先生に頼まれていますから。せいぜい私の指導が必要にならないようにおとなしく罰当番をしていることですよ。先生、どうしたんですか、こんなところで。私の指導役になってくれたアーシュラ先生。アーシュラ先生はとっても優しい。魔女の家系じゃない遠い日本からやってきた私に親身になって相談に乗ってくれる先生なんだ。魔法が下手な私に根気よく魔法の練習に付き合ってくれるし、困った時はいつも手助けしてくれる。私がピンチの時もフィネラン先生に立ち向かって私を守ってくれた。アシュラ先生のこと頼りないとか思ってたけど反省。本当はすごく頼りになる先生。でもやっぱりちょっと抜けてる感じがするんだよね、アシュラ先生って。そんなところも私は好きだけど。
アッコ、ちょうどよかった。え？このバケツの底に穴が開いているみたいなの。修復魔法で直そうと思っていたのだけれど。はあ。アッコ、あなたがやってみなさい。ちょうどいい練習になるわ。ソーサムティディアーレ！大丈夫。次はこれを飲んでからやってみて。これは修復魔法の発動を手助けしてくれる薬よ。それを飲めばうまくいくわ。多分これを飲むだけで。ほら、もう一度やってみて。今の感覚を忘れないようにね。きっとすぐに魔法薬なんてなくてもできるようになるわ。はい。もしかしてこれ全部整理するの？こんなの一人じゃ何日かかるかわからないよ。でもやるしかないよね。先に今持っている本を本棚に入れちゃわないとね。この本棚じゃないみたい。別の本棚かな。この本棚じゃないみたい。別の本棚かな。この本棚じゃないみたい。別の本棚かな。ここでいいのかな。さてと、次の本は。だけ休憩しよっと。スーシーやめてよ。
全然片付いてないじゃん。パッコ、ずっと寝てたの？少し整理してたら眠くなって。え、今何時？もう夕方だよ。ほら、私たちも手伝うから少しでも片付けよう。うん、二人ともありがとう。本なんて置いたっけ？この本すごく古い感じ。何の本だろう。まあいっか、さっさと片付けよう。ここだ。何？地震？あこ見て、そこの本棚。本棚が動いた振動だったんだ。って、あれは扉？これ、もしかして隠し扉ってやつ？あこ、危ないからあまり近づかない方が。大丈夫だって、ほら！扉から光がいっぱい飛び出していったよ。真っ暗、地下に降りる階段になってるみたい。地下、新種の毒キノコとか毒グモがいるかも。あ、スーシー。あ、ちょっとスーシー、一人で先に行かないでよ。あ、二人とも。もう仕方ない。扉。へえ。あれ、どうしたの？この扉どっかで見たことがあるような。気のせいじゃない？まあいっか。それよりこの扉は別の部屋に繋がってるのかな。お、これ鍵箱じゃない？それじゃ開けてみるね。あ、待って、アッコ、この魔法陣見て。魔法陣？わからないけど、危ないかもしれないから下手に開けたりしない方が。大丈夫だって、ちゃんと気をつけるから。なに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 、開かない。引いてダメなら押してみたら。お、よし。
遺跡か何か？この程度なら、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 
スーシー、どうしたの？おかしい。今日も罰当番？後で手伝いに行くから、先に図書室行ってて。うん、ありがとう、ロッテ。からどこ行くんだ？今日も図書室だよ。はあ、アッコが図書室？なんだよそのつまらない冗談は。昨日説明したじゃない。もしかして嫌味？昨日？何言ってんだ、説明なんて聞いてないぜ。え、だってコンスタンツェとヤスミンカも聞いてたよね。そう？あれ？というわけなの。なるほどな、それなら納得だぜ。昨日説明したと思ったけどな。説明したよね。変なの。あら、アッコ、ずいぶん早起きですわね。あなたのことだから昼まで寝てると思っていましたわ。何時に起きようと私の勝手でしょって、これ昨日も言ったじゃない。昨日も？何を言っているのかしら。はあ、そんなことよりフィネラン先生から聞きましたわ。まったく、あなたと来たら。またその話？ダイアナに言われなくてもちゃんと罰当番するってば。ええ、それならば構わないのですが。アシュラ先生、もしかしてまたバケツが壊れたんですか？ええ、よくわかったわね。アッコが修復魔法を使って直してみせて。またですか？え？多分魔法薬を飲まないと失敗すると思いますけど。あ、じゃあこの修復魔法薬飲んでみる？それじゃあ行きます。今の感覚を忘れないようにね。きっとすぐに魔法薬なんてなくてもできるようになるわ。はあ。なんかみんなおかしいな。昨日片付けた分の本がまた積まれてるじゃない。というわけなの。つまり昨日私たちが片付けた本を誰かがまた元に積み上げたってこと？そう、ムカつくよね。誰が何のためにそんなことするの？アッコに対する嫌がらせでしょ。きっとハンナとバーバラよ。そうかな。これ昨日と全く同じ状態だよ。全く同じって？私が覚えている限りだけど、本の積み上がってる順まで一緒みたい。アッコに嫌がらせするためにここまで完璧に戻す必要ないと思う。というかできないんじゃないかな。それはそうかもしれないけど。あ、じゃあこれはどういうこと？とりあえず本を片付けようよ。こうやって考えてても終わらないし。そうだね。なんか片付ける前から疲れちゃったけど。昨日と同じくらいには片付いたかな。もう一頑張りだね。
気になることがあってね。気になること？どうせそんなこと言ってサボってるんでしょう。あの隠し扉が開いたままなんだね。あ、そういえばあんなの見つかったらまた怒られちゃいそう。それは本を全部片付けてから考えたら。そうだね、さっさと片付けちゃおう。これなら明日で終わりそう。うん、よかったね、アッコ。ロッテとスーシーが手伝ってくれたおかげだよ。スーシーは途中からサボってたけど。今日はもう終わりにしない？お腹空いたし。うん、今日のおかずは何かな。またポテトかな。ポテトはもう嫌。昨日でほとんど片付いたし、今日で罰当番は終わらせちゃおう。うん。はあ、やっぱり変だ。スーシー？ねえ、スーシーってば。ああ。あ、アッコちゃん。こんな朝早くからどこ行くんだ？今日も図書室だよ。はあ、アッコが図書室？なんだよそのつまらない冗談は。またそれ？いい加減にしてよね。おい、何を怒ってんだ。私、変なこと言ったか？もしかして本当に覚えてないの？覚えてないも何も。どういうこと？なんだか怖くなってきた。あら、アッコ、ずいぶん早起きですわね。あなたのことだから昼まで寝てると思っていましたわ。ダイアナまでどうなってるの？アッコ、何かあったのですか？ああ、ちょっと考え事してただけだから気にしないで。アシュラ先生。あら、アッコ、ちょうどよかった。先生、ごめんなさい。私ちょっと急いでるから。え？アッコ？また今日が始まるって感じかな。
それで昨日片付けたはずの本が戻ってたってわけ？あ、だからアマンダが話した内容覚えてないってことか。あれ？あ、でも、どうして私たちは覚えてるんだ？そんなの決まってるじゃん。片付けた本は元に戻ってたのに、あそこは開いたままだもんね。あの隠し扉の先にある部屋が関係あるのかも。時間の流れがおかしくなってるのは間違いないはず。時間の流れか。あれ？なんだっけ？なんか聞いたことがあるような。
器ってわけじゃないよね。ダンジョンにつながるような扉は普通物置にないと思う。あの扉があるからこの場所を隠してたのかな。あれ、誰か降りてくる？どうしてアマンダが？アッコが図書室行くっつってたから気になってたんだよ。まさか図書室からこんな場所に行けるとはな。ブライトンベリーに行くんじゃなかったの？ん？予定を変えただけさ。つうか、なんでアッコがそれを知ってるんだよ。あーもう、ただでさえややこしいことになってるのに。こんな面白そうなことを私たちに隠してるなんて水臭いじゃねえか。絶対他の子たちに言わないでよ。特に先生たちには絶対。わってるって、私が言うわけないだろ。あら、知られて困るようなことでもしているのかしら。行く。あー終わった。よりによってなんでダイアナが来るのよ。まさかアマンダ？おいおい、私がダイアナを連れてくるわけねえだろ。ひどい言われようですよね。アッコがいつにも増して挙動不審だったので、様子を見に来ただけです。アッコのせいじゃねえか。そんなことよりアッコ、あなたは罰当番として図書室で本生活をしているはずではなくて。それはただサボるだけではなく、このような場所で一体何を。こたと次第によってフィネラー先生に伝えなければ。待って、それだけはちゃんと説明するから。というわけで、カクカクシカジカなの。ダンジョンか、面白そうじゃねえか。時間の流れ、まさかここはホロロギウムの間。そうだ、ホロロギウムの間だ。ホロロギウムの間？なんだそりゃ。そこには時を操る時計と開かずの扉が鎮座する。時計は逆に回り、扉の先は開くたびに変わる。気泡は行方知れず、シャリオカードの試作品として作られた幻のレアカードだよ。持ってるのか？うん、前にシャリオカード設定集で見たことがあるだけ。ダンジョンに行かねえのか？アマンダは不安じゃないの？不安って、なんで？時間が戻ってるって普通じゃないでしょ。退屈しなくて良さそうじゃねえか。今からでもダンジョンに行きたいところだぜ。アマンダたちまで巻き込んじゃってよかったのかな。アマンダたちが勝手に来たんだから仕方ないよ。もしかしたら明日になったら覚えてないかもしれないし。アマンダたちまで巻き、あ、もっ、まだあなたの話を全て信じたわけでもありません。私、嘘なんかついてないよ。それも明日になればわかります。それにしても、もしここがホロロギウムの間なら。ここがホロロギウムの間なら何なの？どうして図書室に隠されていたのでしょうか。そう、偶然じゃない？あなたの答えには期待はしていませんでしたが。何よ！みんなの意見を聞いてみよう。面白くなってきた。アンコと一緒にいれば何か起きるとは思ってたけど、まさか夏休み初日からとはね。それだとまるで私が原因みたいじゃない。そうじゃないの？違うと思う。飛べる？ここも怖い。あたしが壊したわけじゃないよ。
マンダたちも私たちみたいに今日のことは忘れないのかな。どうなんだろう。今考えなくてもどうせすぐにわかるよ。まさかこんな面白いことになってたとはな。うん、時間が戻ってるなら食べ放題。ホロロギウムの間だとすれば、遅かったわね。私が言った通りだったでしょ。ええ、どうやら夏休み初日が繰り返されているようです。それでどうするつもりですか。え、いつまでも夏休み初日というわけにはいかないでしょう。それはそうだけど、私としては先生に伝えてもよろしいのです。それはダメ、お願い、それだけは。ホロロギウムの場についていくつか分かったことがあります。え、なになに。落ち着きなさい。全員がホロロギウムの間に揃ってから説明します。ホロロギウムの間について少し分かったことがあるので情報を共有しておきます。まず現状の再確認ですけど、ホロロギウムの間が時を操ることができるのは今の状況を踏まえれば間違いないでしょう。おそらくはアッコたちがこのホロロギウムの間の封印を解いてしまったのが原因でしょう。どうしてそんなこと断言できるの。図書室の隠し扉を調べてみました。随分古い術式でしたが、確かに魔法によって封印されていたようです。それを何も考えずに封印を解いてしまう者がいるなど、封印した魔女も想定していなかったのでしょう。だってこんなことになるなんて思わないじゃない。それはさておき、解決につながる手立てはおそらくホロロギウムの間にある開かずの扉です。行方知れずの秘宝が開かずの扉の先にあるってわけ。秘宝があるかどうかは知りませんが、あの扉は差し込んだ魔法の鍵によってつながる場所が変わるそうです。え、でも魔法の鍵は一つしかなかったけど。そのことですか。これを見てください。これは今朝寄宿舎で拾いました。確認しましたが、寄宿舎や学内の教室の鍵とは型が違うそうです。じゃあもしかしたらこの鍵を挿したら。ええ、今鍵箱に入っている鍵とは異なる場所につながると思われます。もしかしたら時の流れを正常に戻すヒントが見つかるかもしれません。そうなんだ。よし、早速行ってみよう。
ちょっと待ちなさい。何？今さら危ないから止めるとは言わないよね。魔法陣の一部が破損しているようです。これでよし。何したの？魔法陣を修正しました。これで3人までなら正常に転移されるはずです。4人以上で入ったら？やめておいた方がいいですわ。下手をすれば二度と戻ってこられない可能性もあります。え、あなたたちが無事に転移し戻ってこられたのは幸運だっただけです。うん、おじけづいたならやめてもよろしいですが。はっ、冗談はやめて。怖がってるのはダイアナじゃないの？物は試しです。魔法陣もちゃんと動作するかどうか確かめたいですし、一度行ってみてはいかがでしょうか。メンバーを任せます。まあ、私を選んだ方が安全だと思いますけど。そこで
これでも食らえ！追って帰ら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 、これでも食らえ！追って帰ら追って帰ら、ゼルティナ・フェリア、止まれ！そこで、リオフェルト、そこで、ほら、そこで、ゼルティナ・ゼルナは、ケルガルシャイ、そこで、ケルガルシャイ、止まれ！そこで、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 ケルティナ・フェリア、そこで、お話になりませんね、そこで、ケルティナ・フェリア、油断禁止、そこで、何もなかったね。そんなことありません。転移の魔法陣は正常に動作しましたし、鍵によって違う場所につながることが確認できました。私はもう少しホロロギウムの間について調べてみます。あなたはもう諦めるのですか？そんなわけないでしょ。私だってやるときはやるんだから。最初に行った場所を調べてみた方がいいかも。え、どうして？ダイアナが魔法陣を修正してくれたから、今度は違う場所に転移するのかなって。そっか、何かヒントが見つかるかも。じゃあ行ってみよう。待って、ちゃんと準備してからじゃないと危ないよ。ロッテは心配性だな。Thank you.
遺跡ならルーナノバに戻っても魔法が使えるすっごいマジックアイテム。そこでフォルアーリするかも。これだ。くらえ。ふっとり。油断しないで。そこで。ケルカル。そこで。そこで。そこで。平気だよ。
のようです。そこです、そこです、そこです、止め、えい、やっぴー、やっぴー、フォーチョン、そこです、フォーチョン、そこです、フォーチョン、油断、止め、お話しになりません、そこです、そこです、ケルチがフェリカ、そこです、
コミューセルソルアール、お話になりませんね。うわぁ、あいたたたたた、そこでワチョン。ズルより産むが易し。